さて続いて登場するグループはミルキーベリーの皆さんです。ミルキーベリーの皆さんは北国育ちの透き通る可愛さとピュアが売りの歌って踊る7人組のアイドルグループ。歌のハモり、そしてシンクロするダンス、アイドルの王道を行くパフォーマンスで北海道から全国へ新鮮な笑顔を発信するアイドルを目指しています。それでは皆さん大きな拍手でお迎えください。ミルキーベリーの皆さんです。どうぞ。
さんのお衣装すごくかわいいなと思って見てたんですけれども、これは何かコンセプトとかあるんですか？これはですね、みんなのそれぞれのカラーも入ってるんですけども、コンセプトとしてはウェディングドレスとして、こちらダンスの先生が手作りで作ってくれたものなんですよ。これを北海道のね、はい、雪まつりというこのイベントでこの衣装を着れることができて本当に嬉しいです。そうなんですね、もう先生の愛が詰まった衣装なんですね。とっても可愛いです。ありがとうございます。ミルキーベリーの皆さんは普段どんな活動をされてるんですか？普段はですね、札幌ファクトリーだとかでライブをさせていただいたり、今月はですね、私と紫のユーナの生誕祭という、ね、定期公演が行われます。そうなんですね、はい、今日興味を持ってくれた方は遊びに来てくれると嬉しいです。ブログなどもやってますので、はい、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。せっかく、ね、生放送ですので、その生誕祭のこともしっかり告知していってください。お願いします。 ありがとうございます。あ、じゃあちょっと言うのおいでおいで、真ん中においで。ですね、私明日で19歳になるんですけど、おありがとうございます。さよなら。で、紫のゆうなちゃんは何歳？次で14です。若い、はい、若いな、若いな、はい、私たち2月生まれですので、今月の2月の12日に、スペースアウトスタジオさんで定期公演をやらせていただきます。ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さん生誕祭にも足をお運びください。ミルキーベリーの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。可愛らしい笑顔に癒されましたね。